能登半島地震で大きな被害を受けた石川県珠洲市で今日から仮設住宅への入居が始まります。珠洲市で初めてとなる仮設住宅が40戸完成し、入居を前に説明会が行われました。仮設住宅の入居期限は2年で、家賃は無料ですが、水道光熱費は自己負担となります。まだ入れない人たくさんいるのに、早く入れたから喜んでいます、地元ですから帰ってこれて喜んでおります。珠洲市では他にも5カ所で工事を進めていて、3月下旬までに合わせて456戸が順次完成する予定です。